巨人の井上厚弘投手23が19日、安倍の教えを胸にマウンドに立つことを誓った。20日の広島戦、松田2先発予定、18日の DNA 戦に引き分けて優勝マジック9が点灯したが、同戦後、安倍監督はベンチ裏に選手を集めて、マジックはついたけど、ついてないようなものだから、と説いた。 左腕もその考えに同調し、あるようでないものだと僕も思う。目の前の試合に勝つことが一番優勝に近づくと思うので、任された試合を何とか作って、チームが勝てる投球をしたい、と意気込んだ。今季、広島戦では先発1試合を含む4登板でいっぱい、防御率5、40と結果は残っていない。敵地でやり返すべく、今月10から12日に松田で菅野、 グリフィン、戸郷が先発して3連戦3連勝を飾った映像を何度も確認。こういう打ち取り方をしているなというのを勉強しながら、広島の試合を見た、と、じっくりと練ってきた攻略のイメージを実践するつもりだ。この日は東京 D で短距離ダッシュなどを行って最終調整した。先頭打者と初球を意識して、粘る打者が多いと思うので、こっちも粘り強く、負けないで投げていきたい。 初めて味わう優勝争いの中、一戦必勝の覚悟で左腕を振る。小島和幸。